ちは、ココです。エケベリアいちかさんで多肉を購入しました。あ、エケベリアガーデンいちかさんでした。ごめんなさい。今年に入っても2回目のお迎えです。花友フェスティでは大変な盛り上がりだったようですが、私もいちかさんのサイトを見て、可愛い苗ばかりで一人盛り上がりました。1万円以上購入で送料が無料になります。もうえいやって感じで、まあまあ注文しちゃいました。いちかさん、昨日ポチってもう今日届きました。仕事が早いんだから、ありがとうございます。あ、これは伝票です。ふわふわクッションを外して、12個あります。ストリクチフローラノバ、これが欲しくて待ってたんです。うわー、こんな感じなんですね。早く根っこが生えてお水吸わせたいな。今とっても素敵だけど、お水吸ってもそのままかな。ポトシナ、かわいい。わお、根っこいっぱいです。ロンギシマドロップス、うわー、これは綺麗。葉っぱはプリプリです。根っこも生えていますね。かわいい。こんな可憐な感じなんですね。ガンガン育てて増やしたいです。お迎えしたいと思っていましたが、なかなかゲットできませんでした。綺麗な色です。レモンベリー石化、これすごくないですか。どうなっているのか全然わからないんですけど、これが茎なん？あ、もう枯れてる。枯れ葉がどうなってるの？また後でゆっくりお掃除します。ロメオ、これはとっても形が綺麗です。根っこも生えていますね。かっこいい。ブルーライト、大きくなる感じです。こういう子好きなんです。ニコラス、またこんな子買っちゃった。ディングアスか。この前買ったバロンボールド、まだ根が生えてないんですけど。リンカーン、これ初めて見た感じです。
綺麗な形です。すっごい緑です。この葉っぱの筋はお水が切れてるからなのかな。なんか素敵。バークレーライト2色。うわー、びっくり。真っ白でミルキーみたい。葉の縁が細くピンクで、めちゃくちゃ綺麗。この色、天才的。可愛すぎる。ダウイ×モンロー。ダウイもモンローも大好きです。ラウイの可愛さにモンローの丈夫さだったら最強です。わあ、大きく育てたいな。可愛い。スワベオレンス、これエケベリアみたいなんですが、セダムです。欲しかったんですよね。お花が可愛いんじゃないかなと思うんですが、花芽がっつりカットされています。あ、おまけ一ついただきました。ありがとうございます。いかがでしたか。どの子も最高です。家にいながらにしてこんな可愛い子がゲットできるのも、エケペディアガーデンいちかさんのおかげです。デブ症の私には本当にありがたいです。買いすぎ注意だけど、これは手元に置きたくなります。生き物だからいいんですよね。一緒に暮らしていきましょう。他にもいちかさんのサイトには可愛いの絵がたくさんありました。エケベリアガーデンいちかさん、本当にありがとうございます。こうして見てみると多肉植物っていろんなタイプがありますね。本当に私を楽しませてくれる可愛い子たちです。根っこの生えている子は土に乗せてお水やりをします。根っこがまだの子はそのまま暖かいところに置いて発根を待ちます。ご視聴いただきありがとうございます。この子たちの成長が気になる方はチャンネル登録お願いします。ココタニック。